お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらの今スプーキータウンミニコレクション大会っていうのがね、まあ、チャレンジですね来てるんで、まあ、こちらはね残りやろうと思うんですけど、今25勝で、まあ、4敗しちゃってはいるんですけど、その一番今トップの34勝っていうので、まあ、10勝しちゃえばもう世界1位までいっちゃうっていうのでね、はい、なんで今からもうちょちょっと世界1位まで行こうと思うんですけど、今さっきなんですよね、これこの同じやつにやっぱマッチングしちゃう現象がやっぱあるみたいで、なんかやっぱ勝利数が近いやつと当たるっぽくて、これちょっとねもう見てほしいんですけど、まあこれたまたま相手がガゴムレに負けたからガゴムレに勝てるようにアイスピをファイスピにしようって思ったのか、それとも普通に相手のデッキ的に別にガゴムレに対してそんな弱くはないんですよ。アウトローもキアマってハイボもあるから、だからシンプルにこいつちょっと次潰したろうで多分スナイプされたのかわかんないんですけど、僕やられたんですよね、これ2回目で。 ISP が相手のファイスピに変わっていて負けたんで、僕が今度じゃあ僕が負けたんで、まあ、僕もまだ戦えるってことは相手もまだ戦えて、まあ、相手勝ったんでね、はい、このままこの18分前で13分前でこのバトル終わってそのまま当たった感じなんで、まあ、このあとね僕がもう1回潜ればこの K 戦ってやつ当たると思ったんですよ、僕は。で、なんで、わざわざこう、デッキを、スナイプ用に、まあ、あれですね、ウッドにして、ウッドロリババで、吹きアウトロー潰しの、ムードでクロスボウメタリーの、で、まあ、相手対空が他にないんでね、バルフリで落としちゃおうっていうので、デッキを変えていったら、はい、詰みでしたね。っていうわけで、ちゃんとデッキを戻しまして、はい、まともにちゃんとやろうと思います。で、僕今回、このチャレンジみんなデッキカードが違うんですけど、僕のこれは結構良かった。結構良かったと思ってて、まあ普通に今の環境トップのフリーズとロリババ、この2枚がまああるんで、もうこの2枚があれば正直何でも最強になっちゃうんじゃねっていうやつですね。なんでまあスケルトンもありますし、ホグとスケルトンとか、で高回転ホグで、まああとテスト、なんか施設でも入れ、テストラとか入れて、高回転ホグもできますし、まあ、あとは僕は三重子ですね。リボン三重子のフリーズを使ってて、まあ、あとは何だろうな。まあ、あとは、まあ、ギャングとかガゴムレとか、やりゴブがあるんで、それに迫撃で、まあ、迫撃ディガーもできますし、迫撃ホグも、まあ、できるっていうので、結構選択肢的にはいろいろあるんですけど、まあ、僕はね、迫撃そんな使わないし、三重子よく使うんでっていうので、はい、こちらの三重子デッキですね。はい、ちょちょっと残り10戦やっていきたいと思います。で、まあこれもう、あれなんで、本当に、この動画の、動画が10分もなければ、あなた負けたんだって分かりますし、逆にもう3、40分くらいあると、あれワンチャン世界一行ったんじゃねっていうのをね、ちょっと期待してもらえるのかなと思います。なんで、また前回の動画に続き、長くなるか短くなるかは、結果次第ですね。ああ、でもあれですね、これ、俺も同じやつで、その、勝利数が近い人と、やっぱマッチングするように、なんか、前のアップデートかな、変わったんすよね、多分。だから、まあ、なかなかマッチングしなくなっちゃってるんですけど。まあ、もう、待つしかないです。待つしかないですね、もう。これはマジで、どうにもできない今であるんですよね。本当にどうにもできない。いやー、きついですね。きつい。てか、その、そう、だから、さっき20何もだろうな。22とか23で2敗とかしかしてなかったから、正直余裕だなと思ったんですけど、34勝とか。やっぱ、この辺だったらマッチングもするやつも、この上の方のやつしか当たらないんで、なかなか勝つ、一勝勝つのがすごい大変ですね。そう、だから相手が強いんで、いや、できついですね。で、さあ、相手はガゴ。ああ、なるほど、ロイジャイ。これ、ガゴムレ出しますね。いや、出します。で、ベビドラ来たら速攻フリーズします。ファイアね。これは、理想的には三次指定したいんだけど、出さない方が良かったかな。いや、じゃこれ許容して、ああ、誘拐された。ちょ、待って、やばい、待って。
待って、動画撮り始めて1本目で負けるやつや。待って、最悪最悪。違う、それは違うけど、まあ言うて今相手ファイバーサイターで、このボイが多分苦しいんでね。ここで墓石とか来たらラッキーロリババで、あーなるほどな、なるほど。あ、でもこれいいバーバリアンで、これユニットサイト逆再工場ですね。いや、咲かないか。相手曲がってますね。ここでユニット咲かないのは分かってますね。いい許容をしてきましたけど、あ、待って、このスケルトンも一マスずれてる。いやだー、待って、今このこれが刺さんないとちょいやばいですけど、まあ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 ですね。これはもう左側はどうせ落とされるんで、言うほど守んないですけど、まだ守りたいな。でこれワンチャン、あーなるほど、まあロリで守られるでしょ。はいはいはい、まあこっち的には1個落とされるだけでもしんどいですよね。まあけどさすがに守るのもしんどいんですよね。あ、待ってー、これ30し多分絶対逆の方が良かった気がする。多分5が、あーなるほど、まあ、つってこれは30し残したいんで、でこの間にゴーストで攻める。あーなるほど、この間に一気に攻める。これ奇跡的にフリーズして、奇跡的に落とせ、落としてくれ。 OK、 でかいでかい、これでかい、これマジでかい。奇跡奇跡、こっからですね、こっからですね。しかもダメの取ってるんで、一回先にロイゴス咲くことによって、相手がランバーとか出してきたのを、これを一回マスケでそのまま守って、さらに2回攻めれますね。このマスケで、あ、それは相手が、一回工場で左のマスケで地味に延命してる。この延命が相手は厳しいですよね。これはまあ別にロイジャー来てもフリーズで固めてしまえばそんな怖くないと思ったんですけど、やばいです。はい、あ、やばい、待って、これベビーが痛いんで気をつけて頑張ります。でここのマスケにはロリババ来るけど、こっちもロリババして、今度かーい、ちょっとやばいですね、ちょっとやばい。一回っていうか、相手の僕はキングを狙いたいですね。右も狙うんすけど、右も左も狙っていく感じですね。これここでフリーズして、あー甘えたけど、甘い、あ、やばい、シャシャった、シャシャった、負けた。これもう先読みかごめです。けどやばい、俺は分かってたよ、それ分かってるよ。ランバー君だよ、君、問題は君だよ、問題児。はい、からのこれロリル、あれくない、ワンチャンくない。おい、バーバリアン、バーバリアン、君ならいけるよ、君ならいける、オッケー。いや、いや、やばい、待って、デビトラック、いや、あるある、殴れ殴れ、お願い殴って、うわ、お願い殴れよ、やばい、待って、奇跡がありそうでないのか、これは。一回、あ、待って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 、あ、これの今日の動画終わりです。あー、マジかー、ここの壁は硬いみたいですね。もうここを見てください、ミカンさん、セイントブリキン、ミキさん、ライキさんで、ウエスキー、マッチ海外の、このここでやっぱ負けるみたいですね。いやー、マジか、悔しい。え、マジ高いな、お前は。やば、色とりどりやな。いや、68か、それは高いっすわ。しかもこのキリコキリともうあれなんですよね、71、さてやばいっすね。あれ、58、すごいっすね、やばい。おや、まあ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 、こんな感じというわけでね、終わっちゃいましたよ、僕の今日の動画。こんな予定じゃなかったんですけど、まあたまにはね、こういう一生もできない動画もあっていいんじゃないかなと、思いますね。はい。では、お疲れ様でした。